おはようございます。曇っておりますが、今日向かっているのはなんとあの人気キャンプ場、ほったらかしキャンプ場でございます。テンション。おはようございます。おはようございます。はい、やってまいりました。じゃん。やばくない？やばい、想像を超える景色だった。ほったらかしですよ。ほったらかされにやってきました。大の字9番っていうサイト、はい、区画サイト、テントをね今回張ろうと思います。なんかね、思ってたよりも、うん、キャンプ場全体的にすごい広いなって思った。絶壁のとこにパーってサイトがあるだけだと思ってたんだけど、まあ、夜とか夕方ちょっと楽しみですね。うん、夜景がね、うん、ちょっとね、なんか本当は富士山が見えるらしいんですけど、曇りなんだよ今日はね。そう、ガスっちゃって見えない、うんうん、景色はね最高なんで、うん、景色めっちゃ最高。今回のじゃあテントは、じゃん、鎌倉天幕のハイドアウトを持ってまいりました。 TC の方ね。 TC の方です。ちびっちゃい方ね。そうです。はい、出ました出ました。よかったらね、 TC がなんでうちにあるかのいきさつが分かる動画が上がってますので、うん、そちらの方も見てください。はい、はい、ここに設営していく様子から撮っていこうかなと思いますんで、ほったらかしちゃってくださいよ。はい、よろしくお願いします。ほったらかしちゃってくださいよ。じゃあ設営お願いします。めっちゃ今日のね、はい、テントコーデすごい大好物な感じにできました。はあ、大好物。とりあえずこんな感じで、はい、今日もね、ところどころにチャイハネくん混じってます。チャイハネアイテムが混ざってます。すごい今日のこの鎌倉天幕のスタイル好きかも。これ上げてて、うん、そこにもこう引っ張ってくる。ああ、こういうね。うん。
もともとそのカップテント欲しいっていうのもあったからさ、なんか近いものは味わえてるかなっていう感じがする。あ、確かにね、こういうね、開閉が、ここの開閉が、こう見るとね、いい幕ですね。ラグチャイハネ、そう、はい、ローコットで、ローコットで、はい、初のローコットで就寝。もうすぐね、あの私たちのやってるお店でも販売する予定のローコットちゃん、L&C のコットを使って寝ます。はい、こっちは、まあ、いつも通りですね。うん、はい、そんな感じで、まあ、こっち側の景色がドン、すごくない？すごいよ。なかなかやっぱこういうキャンプ場には来たことないから、新鮮。じゃあちょっとジュース買いに行こう。ジュース、ジュース、ほったらかし、ほったらかしな、何、何、え、なんて、ほったらかしダンスを考えた。どういう、ほったらかしたいっていう気持ちをアピールします。ほったらかし、ほったらかしどうぞ真似てください。揺れる、揺れる。これしょっちゅう来たくなっちゃうな、ここ。しょっちゅうは取れないよ、予約が。そうだよね、もうすっごい前もってもここっていくつも入れとくとか。せーの、あー、ちょ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 回転した、かわいい、ね、うん、わかんない。すごいね、すごい。お湯が出るんだ。へえ、かわいい、ここ。あ、すごい。タロちゃんが映ってた。かわいいベンチを見つけた。これまで行くか、ね、できます。ちょっと待ってて。あ、上まで行けますかね。あそこまで。すごいね、まだまだ広まっていくんだね。ここすごいね。うん、うわ、ここやばいよ、景色。散歩、かわいい、カフェ散歩。来ました。めっちゃいい匂い、マサラチャイ。あ、なんだこれ、飲んでみたい。顔が飲んでみたいって書いてある。うん、うん、うまい。もうサクサクしてる。よいしょ。
あっちの方にもサイトがあるんですよね、奥まで。あっちらかし？あっちらかしまであるんだよ、すげえな。ね、面白い。開いた。じゃあね。すごいね、焚き火が綺麗だよ。ね、もうちょっと暗くなって元気が残ってたら、うん、もう一回こっち登ってきたいね。うん、暗くなったら、うん、暗くなったら綺麗かもね。うん。下に追い込め、下に追い込んでくれ。バチバチ言ってる。バーベキューにって書いてある肉。スプーンが入んねえ。大丈夫大丈夫。切っていいかな。うん、半分じゃ、半分こいつで半分もう一個で大丈夫かな。よいしょ。いただきます。なんかバーベキューにすごい合う粒、この粒おいしい、うん、なんかアメリカンステーキとかに乗って、ハンバーガーとかに入ってそうな。うまい。うまいよね、うん、うますぎる。タロちゃんの瞳孔が開きまくってる。うまいこれ。
バイバイ。あーうま。すごいよ。はい。はい。終了。終了しました。撤収終わって。はい。家になっちゃったけど。ただいま。はい。ほったらかしキャンプ場の方に初めて行ってきました。はい。はい。感想をハルピンさん。はい。本当の夜景絶景キャンプでした。そうですね。うん、もうぜひぜひ皆さんも一度は行っていただきたいなと思います。天気がね、うちら行った時曇りだったんですよ。うん。朝は雨降ってたんですよ。はい。夜景は見えたんですけど、富士山まではちょっと見えなかったんで、うん、富士山もね、天気いいとちょっと見えるらしいんで、すごい、すごいキャンプ場だなと思いましたけど。ね、うん、至る所もトイレとかもおしゃれだし、はい、スタッフさんも優しくって、こうやっぱ一回行ったらまた行きたくなるなっていうキャンプ場だなっていう感じでした。そうね。はい。いつも通りですね、キャンプ場施設紹介の動画も一本作りますので、うん、はい。ぜひチャンネル登録していただいて、そっちのね動画も配信しますので見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。他にも SNS、ブログなんかもやってます。はい。そちらの方もぜひチェックしてください。はい、よろしくお願いします。はい。ちょっとでも動画が良かったなと思ってくれたらグッドボタンの方もお願いいたします。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。さよなり。さよなり。うわ、もう楽しかったよ。だんだん気温がいい感じになってきて、やられるよ。